ハーレーダビッドソン倉敷の亀田です。今回はカスタムを紹介していきたいと思います。こちらの車両は2022年モデルのブレイクアウトです。カラーはビビットブラック。ブレイクアウトは本当に人気な車種なので、たくさんのカスタムを紹介してきておりますが、まあ本当にいろんなセンスのカスタムがあって楽しいですよね。今回もかっこいい車両が出来上がったと思うので、一つ一つご紹介していきたいと思います。じゃあまずハンドルからですね。この時点で分かる方は結構カスタムしてるなって思いますよね。ハンドルバーはこちら、トライジャさんのハンニャバーで14インチナローというタイプです。ここの幅がちょっとね、狭い感じですね。全体的に絞った雰囲気になるので、フュエルタンクが、小ぶりなブレイクアウトなどの車種は引き締まった印象になりますね。メーターがセットされているこちらライザーはハーレーダビッドソン純正のブラックショートライザーキットに変えています。アップハンドルにするならライザーは低めの方がかっこよくなると思います。ハーレーダビッドソン純正のエアフローグリップヒーターを装着し、同じくハーレーダビッドソン純正のウィンカーエクステンションでウィンカーのボタンの操作性が良くなり、三段さんのフェザータッチレバーに変更して、まあ、細くなってね、レバーも握りやすくなってます。操作性完璧仕様ですね。フロントウィンカーもこちらケラーマンの世界最小ウィンカーを使用し、このように極小になっています。フロントフォークはカルトワークスさんの6ピースフロントフォークカバーキットを使用し、トップ、アッパー、ロアと、右左でね、6点セットが装着されブラックアウトされております。次にこちらはカスタムファクトリーノイズさんの専用ショートリアフェンダーキットです。リアフェンダーとシートのセットですね。ワイドタイヤに沿った、ね、流れるラインのリアフェンダーですね。でこちらコドリン USA のリアロワリングキットを使用し、40ミリローダウンされています。シートはこちらのリアフェンダーに合わせて作られた専用シートになっております。クッション性もよくシンプルなデザインになっています。それではこちらの車両のポジションチェックをやっていきたいと思います。ハンドルだけ見ると結構高いんですけど、実際にまたがってみると全然高くないです。グリップ部分が、落ちてきてるのでそこまで高くないですし、プルバックも効いてるので自分に近いです。はい、とてもしっくりくるポジションだと思います。でシートが、純正のシートではないですが、まあ、この辺りはハンドルの、起こしたり寝かしたりの調整で、問題ない範囲ですね。ショートリアフェンダーにはサイドナンバーの組み合わせが必須なので、トライジャさんのナンバーサイドマウントキットを使用しております。でこちらね、スイングアームバックは、サンダーバイクさんから出ているソロサイドバックです。こちらね、初めて装着しました。少し純正よりね、容量が大きいですね。ちょっと開けてみたいなと思います。ここはベルトになってますね。よいしょ。このように蓋が二重構造になっているので、よいしょ、まあ、万が一ベルトを付け忘れても安心ですね。意外と作りもしっかりしてます。ステップもサンダーバイクのフットペグに変更しております。サンダーバイクがね、今ものすごい来てますよね。おしゃれだし、作りもしっかりしてますし、種類も豊富です。他のパーツもたくさん出しているので、今、ものすごく注目したいブランドですね。で、次、木島さんのサイドスタンドエクステンションですね。こちら実際にスタンドをしまってみようと思うんですが、しまったらこれぐらい出てくれるんですよね。出しやすくしまいやすいということで、とても快適になるパーツですね。最後にフラッシュマウントフュエルキャップですね。こ
こちらはまあ大人気パーツということで、必須アイテムだと思います。しっかりデザイン性と操作性が考えられたバイクで、本当にセンスが光る一台になったのではないかと思います。こちらのカスタムについて気になった方はぜひお問い合わせください。2023年モデルの発表時期もだいぶ近づいてまいりました。詳しい内容は、スタッフにお声かけいただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、亀チャンネルでした。